2002年世界フィギュアスケート選手権は2002年3月16日から24日まで日本の長野県長野市で開催されたフィギュアスケートの世界選手権。男女シングルでは2組に分かれ予選が行われ予選の各組上位15人がショートプログラムに進む。ショートプログラム後、それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進む。アイスダンスでは オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。ソルトレークシティオリンピック直後ということもあり、同女子シングル金メダリストのサラ・ヒューズ、同ペア金メダリストのエレーナ・ベレズナヤ&、アントン・シハル・リドゼ組とジェイミー・サレー&、デビット・ペルティ組、同アイスダンス金メダリストのマリナ・アニシナ&、グーエン・ダルペー・ゼラ組などが欠場した。男子シングルでは、 ソルトレークシティオリンピック金メダリストとして唯一出場したロシアのアレクセイ・アグリンが2年ぶり4度目の優勝。また、日本のホンダ・タケシが日本男子選手としては25年ぶりとなる銅メダルを獲得した。女子シングルではロシアのイリーナ・スルツカヤがペアでは中国のシン・ユキ超広主白組がアイスダンスでは ロシアのイリーナ・ロバチェワイリア・アベルブ含みがそれぞれ初優勝を飾った。ロシアの女子シングル選手が優勝したのは1999年世界選手権のマリア・ブッテルスカヤ以来史上二人目、ヨーロッパ、北アメリカ以外のペア選手が優勝したのは史上初。またアイスダンスではガリト・チャイドセルゲイ・サフノフスキー組が3位となり、イスラエル選手として 初めてメダルを獲得した。ありがとうございます。